はい、始まりました。本日なんですけど、エプロンをつけているということは、今日もダイエット向きの料理を作っていきます。今日メインで使っていくのはもちろんオートミール。オートミールのアレンジ料理をやっていきます。オートミールのアレンジレシピは今回でなんと21弾の今回はオートミールのツナチャーハン、こちら作っていきます。それでは早速始めていきます。レッツツナチャー、どうぞ。はい、まずはオートミールのツナチャーハンの材料紹介。まずはオートミール、そして今回はネギを使っていきます。そして卵1個、それから今回のメインツナ、こちら使っていきます。結構家にあったりしますもんね。こちらを使っていきます。調味料は使っていきますが、こちらの少ない材料でオートミールのツナチャーハンを作っていきます。早速料理スタート。はい、まずは恒例のオートミールを測っていく作業から始めていきます。今回使っていくオートミールのグラム数は30g。 30g 測っていきます。はい、今日もピタリ賞狙っていくよ。いきますよ。ほっ、はい、オートミールほっ、オートミールほっ、オートミールほっ。おー、細かいことは気にしない。やっぱちょっと取ります。はい、そうしたら次、今測ったオートミール 30g に、今度は水。水を 60ml、60ml 入れていくよ。はい。はい、今回オートミールはお米の代わりとして使うので、オートミール全体に水が行き渡るぐらい、目分量でやる方はそのぐらいの量でお願いします。お願いいたします。これで次は電子レンジ。電子レンジ 600W で1分。600W で1分入れていきます。はい、ゴー！セッツ。バルミューダザレンジ。使っていきます。 600W で1分入れていきます。エンジョイ。ほっ、卵ほっ、卵ほっ、卵ほっ、完成。はい、今日もすぐできちゃう。もうあと焼いていくだけ。運命の焼きだけ。簡単すぎ。褒め言葉。もう焼いていくだけなので、材料を用意しておく。ネギは切っておく。ツナの缶は開けておく。卵は溶いておく。チャーハンは炒め始めたらすぐできてしまうので、ちゃんと用意しましょう。それでは運命の焼き、いってらっしゃい。はい、油を敷いたら準備は完了。まず最初はオートミールを入れていきます。はい、オートミールゴー。おー、いい音。オートミールは塊になっているので、今日はチャーハンなのでパラパラ命なので、細かく切るように頑張って切って。そしたら次はもうツナ。ツナ入れていきます。ツナ適量。ゴー。ツナ適量です。うわ、もうめっちゃいい音。あ、なんかツナいい匂いする。もうすでに美味しそうな予感。そしたら次ネギ。ネギも入れていく。ゴー！うわー！ネギも適量！うわ、一気にいい色！そしたら味付け！まずは鶏ガラスープの素、小さじ1入れていきます！ゴー！はい、もう次卵！卵入れていきます！卵ほっ！ほい！卵鮮やか！色鮮やか！はい、混ぜる。もう完成だよ。はい、最後に醤油で味を調整していく。醤油ほっ。うわー、この醤油がいい匂いがするんだよね。チャーハンの時の醤油最強。もう完成です。はい、完成。今日はちょっとお皿でポンってやっていこうかな。チャーハンでよくやるやつ、お皿でポンをやっていく。オートミールのツナチャーハンでもできるのだろうか。はい、じゃあやっていきます。はい、ポン！うわ！いきますよ。落ちてるかな？ちょっとはみ出てるけど。いきまーす。はい！おー！完成でーす！はい、オートミールのツナチャーハン完成しました。それが、こちらー！はい！いい感じにできました。もうお米を使ったチャーハンと変わりがない。よーく見てもオートミールを使っているとはわからない。ツナもたくさん入っています。家によくあるツナ缶を使って簡単にオートミールのツナチャーハンができました。はい、おー、はい、ほぐしてもいい感じ。ツナたっぷり。よーく見てもチャーハンそのもの。そう思いませんか？早速味を確かめていきます。はい、早速いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、
これは美味しい。これはかなりクオリティの高いチャーハンだ。ツナのチャーハンって美味しいんだね。ツナチャー最高。このオートミールのツナチャーハンだったら満足できる。チャーハン欲が満ちる。最高。これは最高。星3つ。やんつ。はい、ごちそうさまでした。鼻血が出るほど美味しかったです。なんか違うぞ。すいません。オートミールってリゾットとかにも相性がいいけど、炒めていくとチャーハンっぽくもなるんですよね。ツナ缶を使って簡単に作ったのに本格的に美味しかったです。ツナのチャーハンっていいんだね。新発見でした。ぜひ皆さんにも食べてほしいです。はい、今日の動画が参考になったよ。ツナチャー美味しそうでした。私もツナチャー作ってみますと少しでも思っていただけたらグッドボタンで教えてください。これからもオートミールのアレンジレシピたくさん出していきますんで、また見てほしいのでチャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。今までにもたくさんやっているので再生リストオートミールから見てください。美味しいものばかり。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエイ。